はい、どうも、コミーです。さて、本日はですね、こちら、クランゲーム、やっていきたいというふうに思うんですけども、ちょっとね、ただやるだけじゃ面白くないなと思ったんで、これ、時間を計ってですね、RTA 方式でやっていこうかなというふうにちょっと思いました。まあね、いろんな方が、この、クランゲーム、最速を目指そうなんていうことでね、多分やってらっしゃると思うんですけども、ちょっと私もですね、そこに乗っかってみようかなというふうに思ってですね、ストップウォッチを使いながら、まあ、どれくらいのペースでこれクリアできるのか、まあ、ちょっとね、試してみようかなというふうに思ってます。でですね、一応今回の試みなんですけども、縛りをいくつか、まあ、つけようかなと思ってます。っていうのは、3つあって、ポーションをまず使わないこと。あと、エメラルドを使わないこと。で、あと、サブアカを使って、いらないのをこう消したり、あとは援軍を入れたり、まあ、それ系はちょっともうやらずにいこうかなと思ってます。で、まあ、大体ですね、まあ、3時間ぐらいでクリアできれば御の字かなと思ってるんですけども、まあ、どうでしょうね、この今時間がですね、日本時間の朝6時ぐらいに撮ってるんで、なかなか仲間がですね、いらないやつを消してくれるってことがないんですよね。なので、まあ、ちょっとね、時間手間取るかなっていうふうに思うんですが、まあ、早速やっていきたいというふうに思います。ではですね、まず、最初の、この、クエストを選んだところから、時間開始というところでですね、さあ早速やっていきたいと思います。さあまずどれから行くかですね。ちょっとここはゆっくり見たいと思うんですが、じゃあまずこれから行こうかな。これから行きます。では行きますね。せーの、ほい。はい、では開始します。さあ行きましょう。ですね、これまずですね、やるのに一番重要なのは、トロフィー落とすことだと思うんですね。多分ね、それが結構最初大変。私のですね、今のこの環境っていうのは、どっちかっていうと、その、トロ上げをしてるというよりは、もう完全放置なんですね。このサブアカ。なので、その放置アカで、トロフィーが高い、まあそこそこ高いんですよ。そうすると、出てくる村っていうのはですね、結構まあその配置が、まあそれなりにレベル高かったり、なかなか手を抜けない配置だったり、まあするわけなんですよね。なんで、ちょっとそこら辺が嫌なので、まず最初はトロフィーを、落としていって、もうタウンホールが外立ちになるぐらいまで、下げていこうかなというふうに思います。で、完全にね、そこら辺をやってから、まあ、この、RTA スタートするっていう手もあるんですけど、まあ、それやっちゃうとちょっとね、なんか、そのリアリティないなと思ったんで、最初はですね、もう、ひたすらトロ作業するんで、めんどくさいかもしれませんが、まずはそこ見ててもらえばなというふうに思います。さあ、まだ3分経過。トロフィーは、2100ですね。まあ、最低でもね、多分これ1100とか、まあ、1000付近まで落とさないと、タウンホール外出しの村って多分出てこないと思うんですよね。ああ、まだまだちょっとね、長丁場になりそうです。まあまあ、まだ3分ですからね。少し肩の力を抜いて私もやっていこうかなと思うんですけども。さあ、どっかにタウンホール外出しだ！逃した！これはでかい！マジか！ちょっとやっちゃったな。これタウンホール外に出てんじゃんかよ。うわー、失敗こいた。ちょっとこれは悔しいな。ちょっとこういうミスはなくしていきたいですね。なるべくこのスピードランをやるときには、喋りながらやっちゃよくないのかな。ちょっと一回黙ってやってもいいかもしれないですね。でも黙ってやったら、ねえ、これ何のためにやってんのみたいな感じになっちゃうんで。ちょっとね、そこに関しては、なんか喋りながらやった方がいいかなというふうに思ってるんですけども、ただ。1300台。さあ、そろそろ来るか、外出し村来ないな。はいはいはい。もうこの辺は資源があんまないから、さっさと行きましょう。さあ、10分が経過。10分経過1300。さあ、どうだ。外出しタウンホール来ないか。来ない。どうしよう。これはちょっとあんまり良くないな、この辺で。よし。資源狩りもね、あんまり欲張ると、アチャクイがダメージ受けて、このペースが崩れるんで、そこはちょっと気をつけたいですよね。気をつけて、うわぁ、これ資源美味しいな。ちょっとマジで欲しいな、この資源。ちょっと少し欲張って、ここまで取るか。よし、OK。
いやーほんとね、まだね、私壁ちょっと見てほしいんですけどね、あとね、221あるんですよ。なんでね、できれば資源も欲しいっちゃ欲しいんですよね。まあ、なんでこれ、タイムアタック考えないんだったら、もう資源を結構狩るような、ことも考えるんですけど、まあ、一応時間気にするのでね、食い火で資源稼いで的なのはしないですよね。あ、そうだ、ちょっと忘れていた。今、食い火で思い出したんですけど、これね、食い火を、よっ食い火を結構後半使うんですよ。なんで、食い火だけでなんかするってのが多いから、あ、できてますね。これね、ヒーラーを一番手前に置いておいて、使ったヒーラーが最優先で舞台に戻ってくるように、やっといた方がいいですね。そうしないと、後でちょっと、そこら辺のタイムロスが出てしまうというところですね。まあまあ、そんなタイムロスって言いながら資源買っちゃってるんで、まあロスも結構、許容しながらやっちゃってるところはありますから、まあ、厳密な RTA になってないかもしれないですけどね。まあ、それでもなるべく、時間を巻きながら行くということでやっていきましょうかね。さあ、1200を切りそうなところまで来たので、そろそろ、はい、出ました。こういうのね。これ待ってましたね、これ。こういうの。はい、はい、はい、と。さあ、こんな感じで、タウンホールを潰していくと、はい、終わり。はい、はい、はい、はい。ダメージ受けてほしくない。そうですね。こうすることによって、はい、これ、呪文を使わずに、村を、星を取るというミッションがクリアできてくるわけですね。これ、端末のね、よしあしも結構関係する気が、おっ、来ましたね。さあ、こういうのはしっかりと取っていきたい。テスラもないので、さあ、ここでしっかりタウンホールを潰していって、はい、おしまい。よしよし、いいぞ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 。さあ、こういうのですね。こういうのをしっかり、稼いでいきたいんですね。まあ、そうするとまたトロフィーが上がっちゃうので、上がったトロフィーは適当にこうやって下げていくという感じでやっていきたいと思います。もう、このトロフィー台になってくると、大体ですね、自分の壊したい施設が、もう村の外側にあるような村が、かなり増えてくるんですよね。タウンホールも含めて。なんで、クランゲームを本当に早くクリアするんだったら、まあ、これぐらいのトロフィー台っていうのが、まあまあ、大体、私いつもやる自分なりの推奨トロフィー体っていう感じですね。まあ、単語13とかになってきちゃうとまた、トロフィー体だいぶ変わるのかもしれないですけど、単語11でやるんだったら、この辺がいいですね。まあ、さっきの、下げの途中で見てもらってわかる通り、資源狩りするのはまた違うんですけどね。はい、こういうとこですね。オッケーオッケー。これで、壊して、はい、よし。結構タウンホール10が多いですね。10が多いので、もしも10を壊すみたいなイベントがあったらやりたいな。あ、あるな。ただ、ああ、いや、10を壊すあるけど、ちょっとポイント低いな。なるべくポイント高めから行きたいですよね。タウンホール11を壊す行きましょうか。どうだろうな。これやっちゃうと、もしかすると、ちょっと誤算を生むかもしれない。タウンホール10がね、結構多いので、もしかするとタウンホール11の外出し村っていうのが来ないかもしんないな。来なかったらちょっと痛い。あー、やっぱ10が多いな。自分の一応ね、今、そのマルチって、自分のタウンホールと同じタウンホール帯が基本的には来るような、仕様になってるんですよね。なので、そこっていうのは、結構、いいと思うんですよ。タウンホール11を選択するっていうのは、まあ、間違いではないと思うんですけど、ちょっとなんかさっきからの傾向を見てると、タウンホール10がよく出てきますね。あ、いや、でも11だ。おーし、ナイス。これ最高。さあ、これで11の村1個目潰しましたね。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よし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 。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、いい感じ。さあ、さあ、1個潰した。あと2つですね。結構ここまで来るともうあとは11の外出しを狙えるところまで来てると思うんですけど、まあもうちょっと下げましょうかね。800ぐらいまでは下げたいな。800ぐらいまで下げて、でそこら辺からガチで、やっていきたい。12か。ちょっと、あべべ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 。やばい、ちょっとこれやったかもしれない。もしかするとこれはアチャクイがダメージ食らったか？うわぁ、49秒。まじもうここちょっと、あれだな。ババキン使ってでも行きたいな。ちょっと今のは下手こいたなぁ。失敗した感がある。あ、これもちょっとアチャクイがいないから。あ、でもグランドウォーデンで、そうか、こういう時はあれか。トロ下げればいいのか。いやぁ、なかなか来ない。さあ、これでできれば、そろそろ11が来てほしい。アチャクイも復活するんじゃないかと思うんだけども。
さあ、トロフィー台的にどうだ？もう800まで来たかな？ 870 か。もう1、2回、もう1、2回トロフィー下げたら、あとは、もうひたすら、検索をかけるようなレフェスに入っていきた！来た来た来た！ふい、来た！オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。よし！ 2 個目。オッケー、2個目。星ボーナスも。ありがとうございます。よし。あと1個。あと1個、11村来い。11の外出し来い。来ないか。はい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 。もうこの辺は、さっきちょっと上げちゃったトロフィーをもう一回落とすと、850ぐらいまでまあ下げれば十分かな。それぐらいのトロフィー帯でちょっとやっていきたいと思うんですけども。11の外がもしかしたらこれ来ないかもしんないな。やばい。9ばっか来るようになっちゃった。どうしよう。俺違うな。欲しいのは9じゃねえんだけどな。ああ、これ、10か。ちょっとまずったかな。トロフィー下げすぎたか？もしかしたら、毎回環境か。うわー、これはどうだ？どう？いやー、でも多分これちょっと攻めるか。攻めてみるか。こうやって、あ、ダメだ。これ絶対無理だ。無理だ。やめよう。ダメだ。いやー、ちょっとこれはあかん。渋いですね。あー、タウンホール10は来る。どこタウンホール。来たー、これ。来たー。はい。オッケー。これでクエスト2個目終了ですね。20分で2個はまあまあ、それなりじゃないですか。いい感じよね。こっからは、どれで行く？でもこれ多分ね、惜しいんですよ。このスピードスター。これ、タウンホール10が来ようが、11が来ようが変わんないんで、スピードスターはマジ美味しいから、外出し村を狙うような、こういうクリアの仕方をするんだったらいいんですけど、まさかこれ、通信があれか？おー、びっくりしよう。これ通信落ちマジやめてほしいですからね。よし。あともう一個気をつけるべきは、これテスラですよね。テスラがあると結構、アチャクイがそこでダメージ食らったりしちゃうんで、巨爆テスラはマジで気をつけた方がいい。そこね、この、プラゲを早く回す上では必須ですね。これはね、本当によく注意です。さあさあ、タウンホール11か。まあ、これちょっとこの辺は別にトロ下げする必要もまあないでしょう。普通に回していきましょう。どんどん行こう。どんどん行って。タウンホールを狙うといつの間にかトロフィー上がっちゃったりしますからね。そういう時はちょっとあんまり、よろしくないんで、900を超えてもいいかな。950を超えちゃうのはちょっと良くないかな。そんくらいって行っちゃったら一回トロフィー下げるっていう方が、多分効率がいいですね。よし。急いで。OK。さあ、スピードスター、あと1個でクリアできますね。やっぱね、タウンホール外出しを狙えるような、そのクエストっていいですよね。こういうのを、そう、ガツガツやっていきたい。はい、OK。はい、OK。いいね。よし、OK。さあ、これでクリア。3つ目クリアですね。いい感じだな。これどうしよう。タウンホール8は絶対ねえだろう。絶対ねえから、これはタウンホール10狙おう。タウンホール10で取っていく。多分タウンホール10の外出しはさっき見た感じ結構あったんで、おそらくここは問題なくクリアできるんですけど、多分ね、肝になってくるのが次なんですよね。次ぐらいから、その、自分がやりたいクエストがもうあんま見当たんなかったんですよ。ちょっと見た感じ。なので、ちょっとそこは気をつけた方がいいので、いっそのこと少しトロフィー下げるか、これ。トロフィー下げちゃって、で、アチャクイとかが外に出るような、あ、でも、アチャクイのレベルが下がりすぎちゃうか。あれなんですよね。外を、まあ、このぐらいのレベルにしておかないと、その、ヒーローをレベルいくつ分倒すみたいなクエストも結構あるじゃないですか。あれやるときにダメなんですよね。その、ヒーローレベルが低すぎちゃって、めっちゃ時間がかかっちゃうんですよ。なんで、それも踏まえていくと、やっぱり900、800ぐらいっていうのが一番、まあ、トロフィー帯としては美味しいかなっていうふうに思うんですよね。まあ、今までの経験則上ね。さあ、これタウンホール10来たな。よし。これ10。いいぞ。はい。よし、これでおしまい。なんて書いてあるんでしょうね、これね。真ん中の文字なんて書いてあるかよくわかんなかったけど。はい、1個。あと2つやっている間に誰か、あれだな、ちょっと、ね、牛のクランのメンバーインしないかな。インしてくれて、
で、そのまま、なんかいらないクエスト的なのをこう、食ってくれたら最高なんですけどね。じゃあ自分の本アカっていうかね、サブアカウントって言えばいいのかな。まあ、今回これを、このアカウントでやってるんで、サブなのか。別のアカウントでいらないやつをこう消していく方法もあるし、エメラルドを使ってどんどんこうポチ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 消していく方法もあるんですけど、それはちょっとやっぱね、ちょっとね、なんかルール違反っぽいような気がしちゃって、ちょっとやりたくないんですよね。なんで、よし !OK! 悟っていきましょう。さあ、そろそろ1000ぐらいにはなってきたんじゃないか。はい、1100か。次悩むな。これかな?アチャクイレベル50相当。うん、ちょっとこれやるか。これをなんとか取っていこう。よし。ここではだから、外出しのアチャクイを狙っていくんですけど、これがね、なかなか見つかんないんですよね。外出しのアチャクイって、そうそうなくって、これもう工事中か、アチャクイ。着衣、さっきね、ちょっとタウンホール9だけどそういうのがいたんですよね。そういうやつを狙っていって、なるべく、効率よく取っていくっていう感じなんですけど、これあれだな、壁、着衣どこだ?着衣だ!いた!これ狙うでしょ?よ!ちょ!やべえ、あっちだ!最低!うわぁ、クロークタップミスった!ちょっとまずい、これ3分か。うわぁ、どうしよう、着衣3分寝るのはでかい。参ったな。ちょっとこれあれだな、作戦変更しましょうか。作戦変更して、バルキリーを手前に持ってきて、ちょっとこいつで、アチャクイを潰す作戦いこう。それだな。そうしよう。レイジバルキリーでアチャクイ潰す大作戦。これアチャクイいねえじゃねえかって話ですよね。多分これ傷ついて寝てるな。アチャクイいたけどレベル5か。ちょっとこれは、もったいないな。3分間を結構無駄にしちゃいそうな感じがする。ものすごいそんな気がするな。まあ、思いっきりね、中にいるそのアチクイを攻めに行ってもいいんですけど、そうすると、ユニット回復するまで時間がかかっちゃうんですよね。なんで、なるべくそれやりたくなくて、僕。これはそもそもアチクイいねえな。ダメか。できればアチクイ20ぐらいのやつが、外側にポコッといてくれるといいんだけどな。10か。ちょっと渋い。これ、手持ちのアチャクインがいたら間違いなく今のところ行くんですけどね。ちょっとね、さっきのアチャクインのクロークタップミス痛かったな。まあ、今使ってるのが、そのアンドロイド端末になるんですよね。タブレット PC? その8インチのタブレット使ってるんですけど、これね、結構操作がしにくくって、その、ワンテンポタップが遅れるんですよね。これもアチャクインいるけど、レベル50いるけど、ちょっと奥側だな。こういうのはあんまり狙いたくないですね。どうしよう。これ、アチャクイレベル15か。迷うな。まあ、ちょっと倒すか、これ。お、レイジ打っといて、出てきた瞬間を狙う。よし、いけ。あ、速攻だな、これ。早っ。バルキリーこんないらなかったし。はい。バルキリーさ、補充しよっか。バルキリー補充4体も使ったのか。結構使ったな。はい。よしよし。で、呪文も補充して、よいしょ。オッケー。さあ行きましょう。これ、レイジプラスバルキリー2体ぐらいで十分だな。バルキリーのね、その、最初の殴りのスピードがめっちゃ速いんで、まあ、そんな4体も出さなくてよかったですね。壁際で行けるんだったら、レイジプラスバルキリー2体ぐらいで十分アチャクイ倒せるなってのが分かりましたね。さあやっていきましょう。30分経過。1000か。ちょっと渋いな。もう少しペースを上げたいんですが、これアチャクイはいない？ヒーローいないのか、この村。どうなってんだろう。さて、どこだ?アチャクイだけどちょっと遠いな。アチャクイが壁の外にいてくれないときついんですよね。なるべく壁外にいてほしい。レベル70か。これはもう完全に資源狩り用にとろ下げてる村っすね。もうこういうのは無視。これもいない。アチャクイ工事中ですね。あー、きついな。30分経っちゃうけどなかなか渋い。アチャクイレベル、これいけんじゃない?よっ!これだったら、3体ぐらい。1、2、3体。いけ。よし、OK。やっぱ2体は怖いですね。3体ぐらいは行きたいね。さあ、OK。これでクリア。よし。いいぞ。割といい感じ。いい感じに来てはいる気がする。よし。レイジの呪文と。なんかこれあれだな、ちょっと。いいよ。はい。さて。いいですね。
わ、レジェンドか、レジェンド。あ、スピードスター来た。これいいな。よしよしよし、いいぞ。取っていこう、スピードスター。よし。830なんで、まあ、トロフィーちょっと下がりすぎ感がありますけど、おそらくこのスピードスターやってる間に、トロフィーちょっと上がっていくでしょうから、よっきょ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 、いいよ。こういう村でいい、こういう村でいい、こういう村でいい。完全にババキンで潰す。オッケー。オッケー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 。さあ、そろそろアチャクイが復活しましたね。さあ、アチャクイが復活すると、やっぱりね、このゲームが早くなるんですよね。30分でまあ1200ぐらい取れてるので、まあそんなに悪いペースではない気がするな。よしよし、いいぞいいぞ。はい、オッケー。よーし。ナイス。ナイス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 。よし。行こう。あと1個だ。やっぱ外出しタウンホール狙えるといいっすね。早いな。どこないかな。来い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 。来ないか。さあ、外出しタウンホール来い。来てほしい。外出しタウンホール。よし、オッケー。これを潰す。オッケー。よし、いいぞ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 。30分にして結構いいんじゃないこれ。割と悪くないペース。うわ、これ。これか。突撃艦か。ちょっと、これはあれだな。ちょっと、誰かにお願いしとこうかな。援軍。突撃艦お願いします。艦ってないな。もういいや、めんどくさい。結構ですと。オッケー。さあ、これオッケーだ。突撃艦のクエストはちょっと置いとくか。置いといて、これどうしようかな。ババキン狙っていくか。レベル50相当のババキン。ちょっとあんまり効率が良さそうではないけども、行ってみましょうかね。誰か突撃艦くんないかな。自分のフォアが使ってもいいんですけどね。アカウント切り替えってやっぱりちょっとあんまり、よろしくないので、そこはやらないでおこうと思うんですよね。縛りミスったな。自分のアカウントで援軍ぐらいは渡せるようにすればよかった。タウンホール11だからいないんですよね、そもそも。その、来た。これはいい。オッケー。タウンホール11だからそもそも投下兵舎が、投下兵舎ないわ。お、マジかマジか。あ、なんで食えなかった。いやー、ちょっと。そっか、さやさん今レベルタウンホールでも12だよな。突撃艦持ってないのか。いや、今ね、私のクランって、これ、本赤は基本的にはみんなタウンホール12以上になってるはずなんですよ。なんで、突破工房皆さん持ってるんで、ワンチャン誰か突撃艦くんないかなっていうところなんですけど、ないな。これダメだ。ババキンが外にいてくんないかな。外出しのババキンをちょっとなんとか捕まえたい。で、突撃艦もらったら速攻で突撃艦の、あのクエストに入っていきたい。あれ誰かが取ってしまったらちょっと痛いですよね。頼むから突撃艦は僕に残しておいてもらいたい。これいいんじゃない？これ。絶対ババキンどっかにいるでしょう。ババキン。痛い痛い痛い。おし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 。オッケー。これはもうノーリスク。オッケー。そう、こういう村が出てくるから、来た！タヤさんありがとう。タヤさんありがとう。これは一言言っとこう。ありがとう。オッケー。Thank you. 突撃艦クエストでかい。さあ、なるべく早めにこのババキンクエストを終わりにしてしまって、で、突撃艦クエストに移っていきたいんだけど、これババキン、今復活したんかい！頼む、来い。来い、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 来い。来い、来い、来い。来い。おー、どこだ？ババキンどこ？いた。いたけど、いいよ、いいよい。ちょっとこれはどう？いけるか？倒せ。倒せ。よし、よし、よし、よし。クイーン残ってるよね。オッケー、クイーン残ってる。さあ、で、オッケー、突撃キャベント残ってる。いい感じ。流れ来てる、流れ来てる。よし、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 よし。で、3個の星でしょ？だから、これね、ちょっと難しいんですよね。突撃艦イエティを使って、弱めの村をなるべく捕まえたい。で、食い火だけで処理できる。最高。最高。来た、これ。これ来たでしょ。で、食い火で、5個食い火投げちゃって、で、もうガツンとこれで黒風船の回収まで込めて突撃艦をぶちかましていきましょう。
で、援軍が入ってないことを祈りたいよね。オッケー、テスラ、テスラ、一緒に壊せ。オッケー、ドン！オッケー、オッケー。で、イエティをさっき入れてくれたおかげで、これミニイエティがね、いい感じにね、多分仕事すると思うんですよね。この辺からバルキリーをこう出していって、ちょっと、処理を早めていきたいような形ですよね。で、これクイヒいらなかったな。ヒーラー5体とかここで使わなきゃよかった。ちょっとなんか失敗した感がありますね、これ。まあいいや。とりあえずこれで400稼げるんで、まあまあ、そこは甘んじてヒーラーとバルキリーを使ったところに関しては、まあ、OK としましょう。OK、OK、OK、いい感じ。超いい感じ。さあさあさあ、あとはちょっとこの大工の小屋、ババキンで潰すか。よしよしよし。もうスケルトンとかちゃんと生き残ってんだな。意外とトラップが残ってますね、この村ね。鬱陶しいですね。OK、OK、OK。で、ババキンのフィストをこの辺で使って回復。OK! よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。ほぼほぼここまで結構いいペースじゃないですか。なんだかんだいいペースでしょ。で、ちょっと早めにこれは、1,2,3,4,5 と。まずは、ヒーラーを持ってきといてからの、バルキリー。OK。よし。これで、ユニット補充して。あ、次どうするよ、これ。結構迷いますよね。夜村行く？夜村。ガーゴイルを使って星3か。こっちは ?5 回勝利。あー、結構迷うな。これどうしよっかな。超迷うな。迷う。これは ?2000 ダクエリか。ヒーラー3体、マルチ、星3個。これちょっとあんまり美味しくねえな。なので、どうしよう。これはいくつ ?75,000 か。多分この辺で75,000きついんで、ちょっとこれ、ダクエリだな。ダクエリちょっと、一度もか。一度もきついな。2000以上って結構じゃないこれ。どうしよう。マジできつい。ちょっと、これも取れないしな。どうしよう。これ、夜村行くしかないな。ちょっと。夜村だけど、ガーゴイル。5回勝利か。いけっかな。5回勝利。ちょっと待って。夜村の、うわぁ、これ時間が。これ。私の時計とは今、レベル7か。ポーション使えないんだよな。9分間で5回勝てるかな。ちょっと迷うな、これ。すーげー悩む。誰かちょっとクランゲームやってくんねえかな、マジで。うわー、どうしよう。ネクロマンサー4体か。そしたらちょっと、これネクロマンサーを先に仕込んでおくか。で、これいらないから仕込んでおいて、ネクロマンサーを。めっちゃ仕込んでおこう。で、次ネクロマンサー、クエスト行こう。で、ボーラーアップいらないっしょ。ちょっとボーラーとりあえず。とりあえずボーラーいらない。あんまり美味しくないからボーラーいらないので、なるべくネクロマンサーをちょっと増やしておいて、さっき4体言ってましたよね。でもね、これやる人いないと思うんだよね、絶対。なんで4体だから合計で12体いればいいんでしょ ?12 体。ちょっと一旦ヒーラーも減らすか。で、12体のネクロマンサーを準備しておこう。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。12ね。で、こうやっといて、で、多分、12体のネクロマンサーって、これ、結構時間かかるな。30分間ぐらいかかるんじゃないの？だから、このクエスト用に準備する感じだよね。で、30体のバーバリアもちょっとこれ準備しておいた方がもしかしたらいいかもしれない。で、ゴブリン、20体のゴブリンか。オッケー、20体のゴブリンも準備するか。ちょっと。どうしようかな。これだから60体いるのか。60体のゴブリンがいるんだ。ゴブリーン、ゴブリーン、52。これ2個減らして、はい、60体。で、ちょっと、これ、ちょっとやってた方がいいな。で、どうしようかな。やるべきクエストは、この間に、だから、ちょっとこれを使って、バーサス戦に5回勝利するってやつをちょっとこなしておきますか。ね、これちょっと1時間でしょ。まあ、1時間かければなんとかなるんじゃないかっていう気はするよね。だから、これを回しておきながら、こうと。いや、これ、アップデートが終わってあれだな。マジで、早めに、またこれ5回きついな、ちょっと。もしかすると5回勝てないかもしれないな。タウンホールを5回壊すんじゃないって5回勝つんだもんね、これ。ちょっときついんじゃないかって気がしてきた。ガンガン行こう。ガン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 。こういうのはあんま良くないな。選ぶの間違ったかもしれない、これ。ガーゴイル使って星取るやつに出てよかった。これ5回勝つって結構きついぞ、マジで。勝てない気がする、5回も。そもそも。やべえ、ちょっとミスったかもしれない、マジで。うおー、やばい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 。ちょっ
ちょっと、とりあえずホール壊せ。よし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 。ビルダーホールは壊した。オッケー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 。いいぞ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 。ビルダーホールを壊してくれ。なんとか壊せ。で、結構ね、この移動砲台のレベル上げといたんですよね。なんでもう移動砲台ラッシュでちょっとガンガン押していこうと思うんですけど、こういう弱い村はいいよね。まあなんとか、星2の高破壊率で、ギリ勝てる気もするんだけど、どうだね、いけっかな。ちょっと、水飲もう。よしよしよし、いいぞいいぞ。アチャトを壊して、アチャトを壊して、よし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 。しっかり伸ばしてもらいたいですね。なんとかテスラぐらいまでいけるんじゃないこれ。あ、もしかしたらこれ前回までいける鉄あるもしかすると。俺、俺、俺。あ、これ前回行ったな。前回説は、オッケーオッケー。これだったらなんか星取る系のやつがあったら最高だったな、これ。お、マジか。ここで前回出るか。まあいいや。一旦これで、一個多分勝ち星は取れたと思うんで。うん、よし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 、オッケー。勝ち星1でしょ。よし。さあ、次行こう。ラス1。ラス1。頼む、頼む、頼む、頼む。ああ、嫌な村。これどうしよう。ちょっと嫌な村だな、これ。どっから攻めようかな。でもこれ上から、右側から攻めても良さそうな感じがするよね。この辺なんかあんまり防衛がないから、こっちから攻めよう。で、これでまずターゲット取って、で、こんな感じで、ダダダダダダってこれどうよ。伝送反撃をなるべく、ヒーローでたげっちゃって、で、中に今一体入ったね。いい感じに、うまい具合に。これ連装迫撃のダメージいらない。ほんといらない、これ。連装迫撃怖い。しかも結構外逸れたし。マジか、マジか、マジか、マジか。壁の中入れ、壁の中、壁の中。お、あ、いい、よしよしよし、オッケーオッケー。なんとか、なんとか。よし、ビルダーホール壊した。あとはヒーローを盾にして、この移動砲台たちが頑張って、ぐるっと回ってくれれば、勝ちはあり得るよね。バーナーが怖い。あとバーナーさえ壊せればだいぶ可視覚的な気がする。ゲゲゲゲゲ。よし、オッケー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 。いや、これね、ほんとフルカウントのその夜村だったら、全然こんなことしなくても、もっともっとやり方はあるんだけどね。ちょっとこのサブアカウントで夜村まで育てる気はなかったので、完全に手を抜いちゃってるから、あ、でもいける。オッケー。オッケーオッケーオッケー。やべ、今回の夜村率いいな。これみんな夜村やってんのかな？なんか、下の方がだいぶ弱くなってる感がある。よしよしよし、あれ？ 4 分、5分の 4？ どういうこと？終わったんじゃないの？終わってるよ、びっくりした。バグかよ。焦った焦った焦った。さあ、これはクラン対戦の星さんってクラン対戦今やってねえし。おーい、ちょっと待てよ、ゴブリンイベントやるしかないな。ゴブリンイベントどう？ゴブリン 37？ これはちょっと渋い。何をやればいいんだろう。これあれかな、一度で、ごそっと取れるっていう、これやるべき、これ、3個の星か。これもでもありだな。3個の星取るか。ベータガーゴイルで、今のうちに。っていう手はあるよね。あとは、バーバリアの30体で星3。よくないな。これは225の高い率を集めるか。ちょっと渋いな。これは3体の部屋で星3か。ちょっとこれやっちゃうと、まあ、でもどの道と一回ユニットを処分しなきゃなんないから、どうしよう、マジ迷うな、これ。ヒーラーでワンチャンすげえ弱い村を潰すことを考えるか。どうしよう。で、これでめっちゃくちゃ弱い村、さっきの突撃艦イベントの時みたいな弱い村を狙っていって、ちょっとそれを潰していきたいっすよね。こんなちょっと避けましょうかね。避けていって、どうよ。ああ、これいいな。これはいけるでしょう。これは多分、アチャクイに食い火でがっつり削れるんじゃないか説あるよね。オッケー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 。で、これなるべくなら食い火だけで潰していきたいから、グランドウォールでもつけてちょっと時短を図ることにします。
よしよし、いいぞいいぞ。オッケー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 。これ、キングフィスト使うんじゃなかったかな。まあいいや。よし。これで一旦今のヒーラーイベントはクリアできたから、これで次がガーゴイルイベントをなんとかしたい。あ、じゃあ今、ゴブリンイベントか。オッケー。ゴブリンで、3個の押しだから20体をしっかり意識した方がいいですね。あれが効いてますね。えいへへへ、オッケーオッケーオッケー。いけいけいけ。で、しっかりと20でストップさせといてからのアタック。よし、オッケー。で、これで1個。で、ちょっと次を見据えて、今、ネクロを仕込んでますけども、次、バーマリアもちょっと仕込んでおいた方がいいかなっていう気は、ちょっとしますよね。バーマリアを90体仕込まなきゃいけないから結構多いんですよね。あ、行き過ぎだ。バーバリアン90体を仕込むと。はい。ババキンの方を先に優先しましょうかね。ちょっと今ネクロが持たなかったかな。仕上がっている分ぐらいは作っちゃえばよかったか。まあいいや。よし、行こう。ババキンを仕込んでおいて、さあ次行きましょう。オッケー、これもいい。よし、いけ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 。20体しっかり残して、よし、オッケー。ああ、行ったね。よし、完璧。いや、ゴブリンの破壊力やべえな。タウンホールに対してダメージが2倍入るから、結構その、1コストで使えるユニットの攻撃力にしては半端ないですよね。さて、これはいい感じできてるぞ。外出しの村がもう1個あったら結構いいんじゃないか？頼むよ。オッケー！オッケー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 ！ゴブリン！ゴブリンアチャクイフイクロークドン！オッケードン！いいね、いいね、いいね、いいね。かなりいい感じ。かなりいい感じなんだけど、次に何をするかがめちゃくちゃ悩むな、これ。ネクロもいなければ、バーバリアも全然できてないのか。ちょっと夜村で、これベータガーゴールで星さん狙うか。ワンチャン。ちょっとこれもしかしたら、一回町が入っちゃうかもしれないけど、でもこのババキンを作ってる間に少し何かをしないとまずいので、これ行くか。ベータガーゴイル攻めで行こう。うわ、最高！ここでこれある？これ、工事中やばいでしょ。オッケーオッケー、あとバーナーだけじゃない？怖いの。バーナーも、もうこれバーナーもないのか。あ、バーナーあるか、ここにあるか。そうすると、これって普通に、ちょっと待って待って待って、ガーゴイルを出していって、で、ガーゴイル出していきの、バーナーのタゲは、全然普通にあれだよね。ヒーローで取っちゃえばいいから、ガーゴイルをダダダッとこういう感じで出していって、で、タイミング見計らって、バーナーのタゲをヒーローで取りましょう。どこら辺まで行ったら使うのがいいんだろう。まあ、とりあえず、タウンホールまで行くから星には硬いよね。多分これ2回でこのクエストクリアできそうな気がする。で、あわよくばワンチャン星さんも全然狙えるこれ。これは熱いな。ちょっと頑張ってちょっといいタイミングを測りたい。この辺から行こうか。よし、行け。ちょっと待った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 、お前そっちが。あー、やばい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 。最低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 。おい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 。ちょっとヒーローお前、頼む。おー、ついた。オッケーオッケーオッケー。なんでお前そっち行っちゃうんだよ。そこじゃないって。仕事が違うんじゃない？これタゲ取って欲しかったのに。やばいやばいやばい。これちょっと、ガーゴイルがいないと、このクラッシャーで絶対にやられちゃうんで、ちょっとなるべく、ガーゴイルなんとか生き残ってほしい。ガーゴイル上行け、上行け、上行け。下行くな。下テスラの方行くな。よしよしよし、オッケー。テスラを最後に残すのはちょっともう、いた仕方なし。ワンチャンいける。あ、ワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける。ワンチャンいける、これ。いけるいけるいける。いけんじゃないこれ。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。やった。やばい。今回やばいかもしれない。これちょっと本当に今回やばいかもしれない。すごいね。いいタイム出そう。これ1時間半ぐらいで終わんじゃないのマジで。クランゲーム。オッケーオッケーオッケー。なんか知らんけどすげえいい。ちょっと欲書いて、これとか全然開けれねえな。やめとこう。よし、オッケーオッケーいいぞ。いやー、ガーモイル詰めたね。あとこれタンホール9もいけるし、あ、これいけんな。よし。で、ちょっと待って待って。ババリアン、バーバリアンもうちょっとで仕上がるけど、仕上がる前にタンホール9とかちょっと落としとくかな。どうなんだろう。
ちょっと厳しいかな。夜村の225はマジでちょっと鬼門だからやめといて。タウンホール9はちょっとやる価値あるよね。あ、でもヒーラーいないのか。バルキーラッシュでワンチャンいけるかな。迷うな、ちょっと。ならバーバリアンを一回、イベントをクリアしちゃった方がいいかもしれないな。外出しを狙ってバーバリアン行きましょうか。オッケーオッケー。これね、選び忘れるっていうのが結構あるんで、そこ要注意なんですけど。やった？危ねえ、危ねえ、危ねえ。オッケーオッケーオッケー。よし。これでバーバリアンイベントをまずクリアしちゃおう。あ、ちなみにですね、今カウンターが、また23秒ってゼロに戻っちゃいましたけども、これね、1時間経過すると、ゼロにリセットされるんで、まあそこら辺はちょっと、ご愛嬌じゃないですけども、ご容赦いただければな、というところでお願いします。まあ別に、今1時間経って、1時間だから、40秒ぐらい、かかってますよ、というところですね。さて、バーバリアンで倒すんだけども、30体のバーバリアンで外出しのタウンホールを狙っていくっていう形に、来た来た来た！オッケーオッケー。63でしたよね。だから、33まで出してんだな。33まで。結構これ、よいしょ、オッケー。で、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。これまず1個ですね。1個取っていって、よいしょよいしょよいしょよし。で、バーバリアンはいいね。全部揃ってる。よしよし、OK。あとはこのまま、このまま二つ目の星を取っていきたい。いやー、なんだこれ。ああ、そういうことか。よし。これで30まで出して、30まで出して、よし。で、圧着位のクロークで、とどめを刺すと。OK、OK、OK。いい感じ、いい感じ、いい感じ。どこだ？あー、これも違うな。ダメだな。さて、どうするかな。早めにちょっと、そこをなんとかしていきたい。タウンホール9に移っていきたいんだけど、OK！ まずこれで全部、バーバリアンを出し切って、はい、クローク。OK！オッケー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 。いい感じ。バーバリアイベントも終わり。さあ、3350。もう、結構ゴールが見えてきましたね。しかも、このタイミングでこれ、4回勝利するとかめっちゃ簡単だし、これやるしかないな。オッケー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 。終わり見えてきた。完全に終わり見えてきた。これもう勝ったでしょ。完全に1時間半切るタイミング、時間で、多分これクリアできる感じが見えてきた。もうトロフィーそんな下げる必要は、あ、でも一応下げてもいいのかな。どうなんだろう。まあ、たぶんタウンホール9のあのクエストやる必要がなんかもうなさそうな気がする。なさそうな気がするから、もうワンチャン別にいらないよね、トロフィー。あ、トロフィー下げるの。まあ、でもどうだろう。一応下げとくか。まあまあ、そんな大した時間の差ではないと思うんだけど、まあ、ここまで来れば1時間半を確実に切るっていう仕事にしていきたいですよね。おーし、オッケー。なんだっけ、さっきのでもなんだっけ。俺今さっき何取った？4回処理するのか。4回処理だからいいんだ。普通にタウンホール壊せばいいんだな。よしよしよし。オッケー。1個取って。これも外出しじゃないの、これ。よし。いいよ。オッケー。潰せ。よし。オッケー。ダメージ食らう前にすぐ逃げるというとこですね。さあ、これで、このクエストもクリアできたから、もうほぼゴールなんじゃないこれ。あと300か、あと300か。うわぁ、300何しよう。とりあえず、このボムタワーを壊すのは多分超簡単。超簡単だから、ボムタワー壊していこう。このね、何かを壊す系のクエストっていうのは、まあ、そのタウンホールも含めてなんですけど、トロフィー下げた時点ですげえやりやすいんですよ。こんな風に。こんな風にね。はい、オッケー。で、この爆破ダメージ気をつける。あ、食らった？うわ、食らった。違う、爆破ダメージいらないんだよ。やっちゃった。いや、でも、まあ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 。バルキリー姉さんとかね、あとはグランドオーデンなんかでもワンチャン外に出てれば潰せるんで、ちょっとボムタワー外出し系のを狙いたい。これボムタワーどこだ？ボムタワー、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 ここか。でも、周りにないからこれワンチャンいけるな。グランドオーデンで潰せない？これ。バルキリーを出したいけど、まぁ、ちょっとここはいいや。出さずに行こう。もうグランドボーデンが多分、頼む。この後に金庫やめて、金庫やめて。
いやー、なんでお前そこで。あー、嫌だ。よいしょ、うりゃ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし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 、いいよ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 。ボムタワー潰せました。はい、あと100。あー、これもウィニングランでしょ。ウィニングランでしょ、これ。ちなみにこれ、ネクロマンサーどうなの？あー、ネクロ全然できてねえな。できてないから、イベント的にはもうウィニングランは何にしよう。タウンホール9を潰すやつにするか。これ、全然いけんじゃないの？星3個ぐらい。多分取れると思うんで。これいこう。よし。で、アチャクイちょっと起きるの待った方がいいかな。まあ、でもちょっとあれだな。村を検索しながら待ちましょうか。だからこれが、10分30秒ぐらいになったタイミングでアチャクイが起きるので、そこまでに、まあ、しょぼい銃が見つからなかったら、ちょっともう一回戻してアチャクイを起こしてから行くので、多分完璧ですね。まあ、それか、9の外出しがあれば、もうそれを潰しちゃってもいいんだけど、あー、これ取れそうだけど、まあ、ちょっときついかな。なるべく壁がない方がいいんですよね。バルキリーでダダダって行くんだったら。バルキリー10体プラスネクロマンサーがいるんで、壁がなければもう完璧に多分取れると思うんですけど、ちょっとこれはどうしようかな。潰してしまえるような気もする。これ行くか。これ取ってもウィニングランにするか。よし、行こう。まずここに開けて、で、アイゴレを中に入れつつのネクロをこっちにも行って、バルキリー少し入れて中にも入れると。もうぐちゃぐちゃ。いけいけいけ。こんな感じ。で、中央は一気に、あ、なんかすげえバルキリーがめっちゃ傷ついてる。なんかこれ食らっちゃった？もしかして。やべえな。あんまり食らってほしくはなかった。ちょっと序盤ですげえバルキリーが傷ついてる感があるんだけど。でも中央にどんどん呪文打ちまくっていって、もうウィニングランしちゃおう。オッケーオッケー、いけいけいけ。いけいけいけ、もういい。むちゃくちゃ。いけ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 。いけ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 。オッケー、スケルトンも一気にレイジで加速させる。よーし、いけ。終わったでしょこれ。終わった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 。すげえ、超早い。超早いかもしんない、これ。で、一応、確認してそこまでにしましょう。ちゃんと確認ね。確認して、クランゲームクリア。どう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 、はい、オッケー。はい、クリア。すごい、1時間11分14秒。これめっちゃ早ない？これ結構早いっすよね。自分でも今まで、クランゲーム集中して、やってみても2時間ぐらいが、まあまあいいタイムだったんですけど、ちょっと今回ね、あまりにもなんかスムーズすぎるぐらいスムーズだった気がする。これ1時間11分って、これもしかしたら、これ抜ける人いるんですかね？ちょっといたら、ぜひ動画のコメント欄にコメントしてもらいたいんですけど、どれぐらいでいけたみたいな。かまたはまあ、これ僕ツイッターで、今ツイッターの僕のアカウント？SP9Z4399 って出てますけど、これで、この動画のつぶやきもしてるの、ツイートもしてるので、そこのコメント欄かなんかに、なんかどれぐらいでクリアできましたよっていうのがあったらね、ちょっと教えてほしいんだけど、いや、これちょっと面白いな。これちょっとまた来月来たらこの RTA やろうかな。1時間だってね、20分以内ぐらいでクリアできるんだったら、ちょっと、こう、気合い入れて撮影しながらやって、でも面白いですよね。か、または、ちょっと今度生放送でやりたいんだけど、まあでもあれか、生放送にしちゃうと、ちょっとね、どうなんだろう。私がねですね、これやってるの今、日本時間朝7時なんですよね。ドイツでは今夜の10時なんですけど、なんでちょっとまあ見てくれる人がいないっていう問題はありますよね。あとまあ1時間20分も、ずっと一緒にクランゲームも、まあでも、あれか、まあ、土日とかで時間があったら、日本時間のその夕方とかに合わせて、クランゲーム最速達成みたいな感じの、イベントをやってみるのもありかもしれないですね。まあ、せっかくなんでちょっと今度そういうのも企画してみようと思います。まあ、なんでね、そういう場合には、ちょっと私がなんかこう、クラン作るので、クランゲーム用の。まあ、そこでお互いにこう、援軍もちょっと入れ合いながら、クランゲーム誰が最速かみたいなね、目指してみるのもまあ面白いかなってちょっと思いますので、また今度ね、時間がもし合えば、そういう企画もやってみたいと思いますので、その時にはまたツイッターでご案内します。なんでね、もし、よろしければ、このツイッターアカウント、ぜひフォローしておいてもらえたら、そういう情報も、基本ツイッターで流すので、よろしくお願いいたします。はい、というところでですね、本日、クランゲームの RTA やってみました。結果は1時間11分 14.79 秒というところでね、結構な高タイム出たんで、ぜひですね、まあ、次もね、これ挑戦してみたいというふうに思いますので、よろしければ今回の動画、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、バイバイ。